ブレずに可愛らしい人。ずっと可愛い、可愛がられてる。 S ですか M ですか？ S だね。 S？ え？あと5万。お願い。ズバリ。はい。エゴさん。残念。あなたは誰？誰のことを語ってるのか会話から推理して当てるゲームを紹介したいと思います。誰のことを語ってるのかを他人に当てられたらNG です。あ、ダメなんだ。ということでメンバーが別メンバーを語る企画になっております。新企画ということでご褒美があります。やった、嬉しい。頑張れる。頑張るぞ。せーの。うお、マジか。うわ。おお。ああ。ちょっと待ってよ。大丈夫かな。ナイスチョイス、ナイスチョイス。ああ、なるほどね。皆さんの身長は、はい、高くはないです。女の子の平均よりちょっと高め。私も平均よりちょっと高め。ちょっとだけ。平均よりちょっとちっちゃめ。162センチ。162センチから165まで。本当ですか？え、めっちゃ絞られます。結構でも身長ある。ちょっと目が大きいのよ。谷さんが引いた人は、谷さんが引いた人は鎌田さんですか？違います。違います。これ外したらなくなるんだ。そうです。当てられたらなくなると思ってた。さよなら。はずいな。はずい。自分のものまね言ってると思わないとなくなるのはずいな。一番恥ずかしいよ。で、鎌田はね、照れるとね、耳が真っ赤になるんですよ。正解。はい。年齢はどのぐらいですか？姉貴感がある。はお姉さんです。私もなんか綺麗なお姉さん。綺麗なお姉さん。私もみんなと以下同番です。20歳かと思ってた。かと思ってた。嘘ついてるわけではない。いいですか質問。出身地は愛知ですか？もう愛知です。忘れた。身長どれぐらいとか忘れた。私も愛知。愛知。私も愛知。愛知じゃないです。綺麗なお姉さんって愛知じゃない。私は西です。西側。愛知より西側。日本地図で見たら左側。ってことはの姉貴ですよ。マリンの人は声は高めですか？でも高めかもしれない。高めかもしれない。低いかもしれない。そうだね。今日お会いしてますか？私と。合ってますね。かけてみていいですか？いいよ。頑張って。はい。いきます。谷まりかさん。そうだ。すごい。私も思ったよ。しかもなんて言ってた？綺麗なお姉さん。嘘。じゃあ見守っててね。ちもいけるでしょ。皆さんの血液型は何ですか？私は B 型っぽい。ぽい。私は AB 型だと思ってたけど調べたら A でした。私は O だと思ったら A でした。難しい。O 型です。この方は私は O 型だと思ってたらハテナでした。はい、ルーちゃんが思ってる人はなおさん、古畑なおさん。正解です。すごい、なんでわかったの？なおさん血液型ハテナなんよ。え、じゃあということで私かと思ったんだよね。ライフは没収です。血液型わかんないと聞いて。次。皆さんの性格を一言で表すと、ブレずに可愛らしい人。ずっと可愛い。可愛がられてる。でもなってるかもしれない。当てていいですか？マリちゃんはエゴゆうなちゃんだと思います。正解です。可愛がってるでもエゴさんだって。嘘でしょ？身長と可愛がってるで分かった。K2だから一緒だからよく見てんだわ。油断してたわ。落としていくじゃん。はいはいはい。ゆずきの人はダンス得意ですか？ああ、参考にする時もある。はい、松本千香子さんですか？さようなら。川田夏希、あと募集です。違うんだ。あ、役職なんだっけ？役職はあれですね、リーダーとかあれですよね、そういう系ですね。副リーダーとか。私の知ってる限りあったのかな昔。ないのかな、ちょっと今はわかんない。ゆずさんはありましたっけ？役職？うん。ある。ありますよ。私はあるって言ったよ。ある。これでおあいこだ。ある。でも。ゆずさん。お願い。金村愛花ちゃん。残念。だって愛知でしょ。身長もそれぐらいでしょ。まだいますよ。チーム S チーム S。はいはい。ハタゴンは須田さん。いただきます。甘っ。やばいね。めっちゃ美味しい。これ私たち見てる必要あります？せーのの。なりきるんだよね、これは。これどういう風にやっていく？みんながとりあえず顔なりきる。顔作る。じゃあせーので顔なりきる。せーの。あ、分かった。分かったかもしれない。分かった。質問していい？おっとりしてるよね。おっとり。第一印象なんだったその時？優しそう。はい、わかりました。早くない？多分。いいですか？藤本冬香さんですね。違います。そのハートを外しな。すごい楽しい。ね。分かったけどさ、怖いから答えられないんだけど。でもめっちゃ笑ってたの、青木りかちゃん。笑ってます。だけど公式プロフィールの写真の真似していいですか？なんか見たことあるね。ピヨスさんっぽくないなんか。名前出すな。じゃあきみちゃんは逆に顔して顔してほしい。それ普段どういう性格？でも自分はそんなに関わってないかもしれない。ズバリ S ですか M ですか？ M です。チームでホームの話だから。S ですか M ですか？ S だね。 S。 何が S？ 私には S かもしれない。ド S ですか？ M 要素もあるかもしれない。でもびっくりした。ズバリエゴさん。違います。その人をそのサイジムカラーとかじゃなくていいから色で例えると。私は青です。本気だねこれうちらの。私は紫。海関が白っぽいな。紫？本はオレンジ。私は緑。今わかんなかった。当てていいですか？私？ひめたんのズバリ鎌田さん。正解！あれね、私最初まで分かったの。これですか？すごい。なんかさ、こんな顔するよね。そう。でもだって、なんかナッキーさん衣装の色が緑が多いなと思って、それで緑って言ったんだけど。すごい。もう一人当てていいですか？怖い。熊崎さん。あ、違います。なんだよ。やばい。でもリカちゃんのも気になるけどね、なんかあの顔ものまね誰なの？ひたすらいい人です。一回顔まねしてくんない？あ、日高ゆずきさん。正解。もうめちゃめちゃもう本当にいつも元気。なんか疲れてるとこ見たことない。くまさん？あ、正解。私たちが研究生の頃からもうよくレッスン上で一人で練習してる。結構なヒントじゃない？結構いじられキャラでもあるし、すごいお話が上手な人。おしりさん。おしりさん白？違うよ。なんか純白じゃないでしょ。せーの。美味しい。甘いし、下のタルトもすごい美味しいです。クレープ下手かもしれん。